さあ今回からは追憶のサイドストーリーの方を進めていこうかなと思いますまずは青切りの木アジト脱出から、えー、サイドのハトですね青切りの木のアジトを発見した CCG は所属するグールを全滅させるため大規模な作戦を開始する そういえば、えっ、ー、と、青切りの木のこのアジトですね。で、カネキが拷問されて、うん、覚醒してヤモリと戦うシーン、一応放送ではやったんですけど、動画にはしてなかったですね。まあ、アーカイブには残ってるんですけど。まあ、とりあえず、これは捜査官の基本操作ですね。じゃあ、あとりあえず、これで行きましょう。操作官のいいところは、もう本当にアイテムがもう、かなり優秀ということで。 フラグとかあ火炎瓶とかはかなり優秀ですね。まあただ自動回復がないんでちょっとあれなんですけど。とりあえずここでまずアイテムを補充して。まあね、アイテムはなかなかね当てにくいんですよね。これクラかな。クラですね。とりあえず通常攻撃はこんな感じ。で、そうだね。最初、連撃を入れた後にチャージができる。 一撃目入れた後のチャージ攻撃はこれで、一撃、二撃のチャージがどうすんか、三撃目はあるか。一、二、三、ああ、三撃目のチャージはないね。ユニークアクションがこれか。 銅島ですね。ユニークアクションは。よいしょ。あ,あ、ユニークアクション2は突進か。銅島の突進ですね。めちゃくちゃ向こうから射撃が。ほら。よいしょ。動きはまあ遅い。ただ、多分かなり威力が高いはず。敵を吹き飛ばすのかな。 よいしょ、ユニークアクションのチャージもこんな感じで、1撃目、2撃目のチャージがありますね。よいしょ、えー、体力回復、クインクスだった場合ですね。クインクスだったあ、捜査官とクインクスはそう、医療キットを取って自動回復がないんで、自分のあの、 HP バーあとあー、スタミナゲージかなの下にある医療マーク。今2ってなってるんですけど、あれが医療パックの数ですね。今ちょっと3になったけど。よいしょ。いててててて。クインクスは自動回復とかあるのかなか使ってみようか。自分を回復中。ほら。よいしょ。いいね。アモンなかなかクイーン系がでかいからすげえ使いやすいんだけど。雪村とかよりも。 まあ動き遅いけどよ,よいしょあれ味方の捜査官ついてきてる来てないかアモン一人だけで行くのおいおいおいおおおおあなかなか使えるとこの突進おいよいしょっとなんかあれだね 体験おはいあのガソリンタンクもねドラム缶も活用してよいしょこれあれ敵に一気に詰めれるのがでかいわ攻撃,いいい、ね、か攻撃プラスステップみたいな感じだいいねあこれかなり使える攻撃プラスステップみたいな感じだ敵の攻撃をかわすときにこのステップを使うんですけど 近づいたりする時にスタミナが減っちゃうんですよね。ちょっとスキル使ってみようか。これあれかな今出してる武器によって変わるのかなもしかしてスキルの。スキルで使うクイーン系が。ちょっともう一回これ使ってみようか。あ変わる変わるねあー、これ面白いな、これ。 変わりますね。グールの方でも変わったかなよいしょほいほいいやアモン使いやすいぞかなりちょっとじゃあアイテムもちょこちょこ使いつつやっていく めちゃくちゃいっぱい出てきたけど。これはあれだね。ドラム缶を破壊した方がいいね。いドラム缶、あったあったあった。あれあれ。よいしょ。はいはい。ちょっとこっち来い。こっち来い。こっち。こっちに来るんだ。はい、ドカンと。かなりキルできたね。よいしょ。はい、はい、はい。はい。はいはい、あー、ちょっと。あ、いたいたいた,いた。 三角のユニークアクションがちょっと出が遅いかなちょっとうかっから片付けないと地味に HP を削られるほいよいしょでこの壁のね乗り越えアクションこれも使ってこれ確かあれできなかったっけ これね、乗り越えるときにね、あ、できないのかな、捜査官は。よいしょ。そんなことないと思うんだけどな。乗り越えるときにね、一応空中扱いになるから、前に進みながら乗り越えると。空中アタックができるんですよね。それも活用しつつ、ダメージ入るんだよね、結構。あ いいわ、この丸ボタンの輸入カクション2か。かなり使いやすいぞ、これ。敵を押しながら攻撃できる。はい、圧倒ですね。ほい、ほい、ほいっと。はい、よいしょ。あ、倒したか。オッケーオッケーオッケー。一応今は屋上を目指して進んでますね。青切りの木のアジトって一応ホテル みたいな感じなのかなデパートかなホテルじゃないデパートだわ。確かそうだった。ジェ,イルジェイルの時も中は結構詳しく映ったけど。よいしょ。エスカレーターを登って、どこだこっちか。なんか俺を無視していたぞ、あの幹部。うわ美覚か。 はいはいはいおしよいしょー追撃はなんかパンチなんだよね謎のはい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 いてててていて,いてはいはいで追撃とでこれでおしまいかないいね追撃で倒した後はもう一回追撃あるのちょっとあれだなあこれで吹き飛ぶあごめんね ちょっと医療キットもうちょ、ああ、あったね。欲しい時に出てきてくれるね。一回ちょっと巻いとこうか。焼夷弾とかも使っていくこんな感じで。ぽい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 と。強いんでね、これが。<laughs> これがかなり強いんでね。普通にザコグールならもう一発で吹き飛ぶんでね。この焼夷弾も敵に継続ダメージを与えてくれるんで、しっかり当てれば。いいと思いますね。 まあただ、なんかね、ちょっと視点合わせるのが難しかったりするっちゃするんだけど。はい、おしまい。はい、はい、はいっと。どっちだろうな広いな。こっちか。えー、じゃああっちちょっと探索してみようか。探索で言ってもそんな何もないと思うけど、スキルゲージがなんかない。ないか。 じゃあ、とりあえず、前に進みましょう。ここ誰が出てくるんだろうな、最終的に。フクロウは、出てこないんじゃないのフクロウであってほしいけど。<laughs> 医療キットを回収して、フラグ回収して。いる、ここ。ドラム缶があるってことは、いるんじゃない何人か。もっともっといるんじゃない ほらほら、あそこからなんか湧いてきてるよ。ほら、もっと近づいてほら。ほら、もっとこっち来て。もっとこっち来てほら、恥ずかしがらずに。すまて、なんか詰まって全然来ないな。もっとほら、いて。よしまだドカーンまあ、こんな感じでね。<laughs> 簡単なお仕事。集めてドラム缶を爆発させる簡単なお仕事です。何うわぁ、出た。 はい。ユニークアクションで、はい。よいしょ。ああ、やべ。倒れそう。ほい。ほい。追撃して、あいつはね、ちょっとね、あれで倒さないとダメかもな。使うここらへんで。ズン、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 ズン。ズバーン。いいね。かなりダメージを与えられた。はい。 んで、ゴリ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 っと。ガンガンスキル使っていくよ。ちょっと回復したいね、一回。回復して、フラグ投げよう。よいしょぽい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 。で、CRC ガスは持ってるんだよね。こいつ、カグネ出してないけど。はい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 。追撃して、おお、アモン使いやすいな。攻撃範囲が広いからさ。 横からの攻撃にも対応できる。OK、OK、OK。何なく倒せたはや、い。おしまいい。さて、そろそろ屋上来るまだかなこっちね。あこっちのシャッターかと思った。こっちね。おまたアイテムがあるね。

やばい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 。危ねえ。本当に危なかった。びっくりしたわ、今。うかくになんか一気に撃たれてさ、全然動けなかった。お前もだ。よいしょ。おっと、奥になんかいるな。燃料タンクなかったよね、この道中。大丈夫だよね。あそこに一個あるな。こっちからいっか。覚えてるうちに。チュ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 と。 このゲーム特有のなんかクイーン系とかもなんかあるみたいでまあこれ全然食らってないね <laughs> 普通にクラで切った方がいいわあやば外しちゃったもうロック音をさ使ってないからさおいおいいてててててててよいしょこいつ怯まないなほら暗いん よいしょああれかユニークアクション三角で道島に切り替えてる時しか出ないなこの押し出しはさまず三角のユニークアクションを使って道島を持った状態じゃないとうわマジかまあ怠慢だからいいやあいやー <laughs> あれですよ いまずはこいつで足止めして幸い手榴弾はいっぱいあるからほいっとほいああいつ向こうに行きやがるおいいね追撃追撃してはい回復しようオッケーほいっとほいほいほい,ほいまあこうやって倒すのが安全ですねあいつなんか一人でやってると時々ご利用されて 死ぬ時があるんで。こっちには燃料タンクはないね。安心しろ、身で打ちだ。ここら辺どうあったあったね。あと1個なんだよね。ありそうかあ、これさっきのとこだ。つながった。あー、なるほど、なるほど、なるほど。ここでつながって。 ぐるぐる回ってんのか。ってことは燃料タンクもしかしたらシャッターの奥だったりするないね、あれとりあえず一周して戻ってきちゃったわけだけどあそこ誰かいるな。あこっち行ってなかった、そういや忘れてた。どうせあるんだろう、こら辺に。いててててててやってくれるじゃん。おい、あら、よっと。 追撃まだ入れれないはい。はい。追撃入れて。よいしょ。よいしょ。はい。追撃入れて。あうん。この三角のユニークアクションからの、まるで普通に追撃まで持っていけるのかな確定で。毎回毎回。あった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 。はい。はい。はいっと。 じゃあ、エレベーターまで戻ろうか。うわ、すげえいっぱいいるし。いつの間にか。そんな君たちにはこれをプレゼント。はい。じゃあねー。どっちだっけこっちっていうか、これ、片手で持てるんだね <laughs>。質量、質量的に、どうなんだろうと思うけど、まあそこら辺は、ゲームなんで。ゲームなんで。 あ、捜査官、押さえてくれない嘘でしょちょっと、押さえてくれないそこで。俺、開けてるからさ、今。まあ、一応倒すけど。いてててて。はい。ズバン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 。よいしょ。あれよっと。自分を回復中。いて、捕まっちゃった。 嘘だろもっと撃ってもっと撃って味方捜査官はい、よいしょで、追撃と。さあ、この綺麗なうかくちゃんを倒しますよ。ズバ、ズバ。はい、どすこいワっショイ。さらばだ。あ、まだ倒れてないな。はい。で、もう一回追撃入ると。3連続追撃。<laughs> これなんかもうあれだね。シャチみたいな。 See! なるほどね。まあ、やっぱ、うん、屋上でのフクロウの戦いはなかったね。はい、ということで、えー、今回は、ハトをメインにした、ああ、青切り抜きの,木の、追憶でした。アモンかなり使いやすかったですね。クラと道島持ってて。まあ、道島界も好きにあってほしかったけど、まあ、それは今後のアップデートか、DLC に行きたいかな。 というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。